おかえり、二人とも。ご苦労だったね。思ったより時間がかかったみたいだけど、どうかしたのか？明らかに自分がもたもたしていたせいか。ハクにここの案内をしようと思って、ちょっと寄り道をしてたから。そうかい。ま、小さな村だから何もなかったろ。それでも私は好きかな。幼い頃の思い出の場所みたいで、なんだか幸せな気持ちになれるんだ。嬉しいこと言ってくれるね。それじゃ勘定しちゃおうかね。まずお願いした尺二層を450銭、他には災害な層を338銭、ヤッチプタケを313銭、絹軸の実を243銭で買い取りね。あんな計算機とか、随分と原始的な方法を使ってるんだな。大袋運びが一つ3銭だから、それを8つで24銭。3銭、3銭がどのくらいの価値かはわからないが、他のと比べると随分少ないというか、本当に子供の駄賃っぽいんだ。宿賃が720銭で、ああ、食事はどうするんだい？全部込みでお願いします。はいよ、全込み2人で80銭だから、宿賃と合わせて800銭だね。買い取った薬草の代金に宿賃800銭を引いて568銭か。557銭かな。いや、568銭だろ。450+338+313+243+24-800。間違いない。何を言うかと思ったら、そんなはずないかな。これでも私、残額をたしなんでいるんだけど、このくらいの暗算、目をつむってだって余裕なんだから。暗算なんだから、目を開けてようが閉じてようが関係ないと思うが。答えは557銭。うん、間違いない。全部で568銭の支払いだね。え、はい、受け取っておくれ。なんでそんな向きに。うっかり間違えることくらい普通にやるだろ。だから間違えてなんてないかな。ちょっとうっかりしただけなんだから。まあ誰にだってちょっとした失敗はあるんだから、仕方ないことだよね。それにしても意外かな。あんな計算をすらりと暗算で解けるなんて。いや、意外も何もあのくらいはな。あのくらいって、もしかしてハク、山岳が得意なんだ。得意とかよくわからんが、あの程度は誰にだってできるだろう。間違える方が。あ、いや、なんでも。ちょっと来てくれるかな。ちょ、いいから来るの。そこまで言うなら、本当の算術というものを見せてあげる。
確か奥の方にしまい込んでたはずなんだけど。あった、これなら。それは？これを読めということか。数式だな。なるほど、計算問題集か。どう？この私の学んでいる山岳の教本は。白に、この難問が解けるかな？なんかよくわからんが、これを解いてみろって言いたいのか？まあいいか。どれどれ。43。お？1338。6084。55。待って、ハク。それって。ん？何言って、これを解けってことじゃないのか？それはそうだけど。でも、こんな難しい問いを暗算で。まあ単純な計算式ばかりだからな。そんな、こんな難しい問題は。難しいか。十分に優しいと思うんだがな。このくらいなら誰でもできそうな気がするんだが、感覚が違うのか。それでどうする？これでもういいのか？まず43、1338、6084、55と。ねえ、次は？次？あ、次5126。5126。871。871か。19006だな。19006ね。ちょっと待て。何かな。もしかしてこれはクオンのための問題集なんじゃないか？何のこと？図星か。自分で解かにゃならん問題を人に解かせてどうする。問題ないよ。その気になればこのくらいは簡単に解けるし。さて、今日はこのくらいにしておこうっと。ごまかしたっていうか逃げたし。
ただきます。ぼーっとしてこんな美味しいのに食べないんだ。あ、うん、なんだこの量。次はこれとこれにしてみようっと。遠慮しなくてもいいよ。こうしてハクが無事にここまでたどり着けたお祝いだから。そう言ってくれるのは正直嬉しいけどな。こんなに豪勢な食事を用意してもしかして無理に散財させてしまったんじゃないか。食べないのなら全部食べちゃうけど。全部だと。あ、そっか。もしかして食べ方がわからない？いや、まあ、うん。ではでは、僭越ながら少しばかりお手本を見せるね。まずはこのアマモの皮を用意します。これが？さっきお手伝いで運んでたのがアマモだよ。それを粉にして溶いて薄く焼き上げるとこうなるんだ。この皮に具材、調理されたお肉とか野菜とかお魚を好きなように入れて、こうして包んで巻いて、はい、アマムニー完成。お好みのタレをつけて召し上がれ。なんという特盛り。八切れんばかりに詰め込まれた具材で包んでいる皮が破れそうだ。絶対にこれ詰め込みすぎだろう。うまい。濃い味付けだがなかなかうまいな。それがただ飯となればなおさらだ。これでも結構料理が得意なんだ。ただ具材を皮で巻くだけのものに料理の腕は関係ないと思うんだね。確かにうまいんだが、この味付けのせいか喉が渇くな。何か飲み物は？はい、どうぞ。
これは酒か？この地方の代表的なお酒の一つだよ。そんなに酒性が強くないから、食事時やお風呂上がりなんかに好んで飲まれるみたい。ビールに近い感じがするが、柑橘系の味がするあたりちょっと違うのか。私は結構好きだな。このプチプチとした刺激と爽やかな口当たりの酸味が、また味の濃い料理とよく合うもの。それに故郷にはなかった飲み物だから、とっても新鮮な感じ。故郷？もしかしてクオンはよそからやってきたのか？うん、そんなとこ。船に揺られながら何日も海を渡ってね。なるほどね。どの辺りからかは分からんが、随分と遠くから来たみたいだな。うん、旅は幼い頃からよくしていたけれど、ここまで遠くに来たのは初めてかな。船旅の方も初めてだったから、いろいろと知らないことや慣れないことの連続だったりして楽しかったな。そうそう、間一髪なことも何度かあったりしたんだ。間一髪っていうと、嵐か何かにでも遭遇したのか？嵐ではないけど、それに近いものに遭遇したんだ。さて、何だと思う？嵐に近いものとなると大波とか渦潮とか、そんなのか？残念、外れです。正解は突然船が巨大な生き物に襲われたでした。あ？あれは何十人も乗れる大型船に乗っての船旅の最中、陽気な日差しに波も穏やかな日のことだったな。波も穏やかだったから、甲板に出てどこまでも続く水平線を眺めていると、突然何本もの巨大な手というか足が船に巻きついてきたの。船を海に引きずり込もうとするわ、船から落ちた人をつまんでいくわで、それはもう大変だったかな。いやいやいや、それ嵐に近くない。というかちょっと待て、それって冗談話とかだよな。冗談？いや、なんでもない。想像したら頭が痛くなりそうだ。話題を変えよう。そうだな、少し気になったんだが、なんで旅なんかしているんだ？しかもそんな遠出までして、何か目的でもあるのか？目的？あ、言いにくいのなら別に。ううん、そんなことないけど、ただ目的と聞かれてもなんて答えたらいいんだろう。そうだね、いろいろなところを見て回るのが好きだからかな。心の奥で何かがささやくんだ。もっといろんなところを歩いて、見たことのないものを見て回って、その匂いを、その風を感じたいって。もっともっといろいろな世界が見てみたい。それに突き動かされて、だからこうして旅を続けてるのかな。そこにしかない飲み物、そこにしかない食べ物、食べる、飲む、遊ぶのモノミユさんの旅。お説教もお勉強もない解放された世界。桃源郷とはこのことかな。なんかいろいろと台無しにされた気分だ。しかしそれだと家族が心配したり。あ、口が滑ったか。普通の親なら娘の一人旅など許さない。海を越えてとなればなおさらだ。つまりクオンの家族は悪い。
いいよ。今回はみんなに内緒で抜け出してきたから、帰ったら大目玉かと思うと、はあ、憂鬱だな。で、おい、そっちかよ。え、どうかした？どうもこうも暗い顔するから、てっきり家族がいないのかと勘違いしただけだ。家族？そういうこと。気にしなくても、うちは大家族の大所帯なんだから。ならいいんだが、ってよくないだろう。家族の誰にも知らせず黙って出てきたとか、今頃心配してるだろうに。それはうちはほら、おおらかな家風というか。嘘こけ。だとしたら大目玉なんて言わないだろう。本当だってば。自由にどこへ行くのも何をするのも好きにしてみろって、みんなそう言ってくれたんだから。好きなことができるのは若いうちだけだから、自由に生きてみるのもいいだろう。ただし、無知に恥をかくのも自由、無力でのたれ死ぬのも自由。そんな自由とも隣り合わせとなるが、それが自由というものだ。それでもよければ好きにしろって、なんていうか、こう自主性を重んじてるんだね。自主性にも程があるわ。さあ、遠慮しないでたくさん食べて。明日の仕事のために力をつけないとね。なぬ？明日も仕事だと？次はこれとこれとこれと。まだ食べるつもりか。苦しい、食いすぎた。下手に口を開けたら逆流してきそうだ。自分の倍以上は食っただろうに、あれだけ食っといてよく動き回れるな。しかも全然そう見えないし、食ったもんはあの細い体のどこに消えたんだかね。さっきから何をしてるんだ。鼻歌なんて歌って妙にご機嫌みたいだ。もちろんお風呂の支度をね。ここ数日は体を拭くぐらいしかできなかったけど、やっとお風呂に入れるかな。ああ、風呂か。確かに外じゃ風呂には入れんしな。湯船に浸かれないのは残念だけど、それでもお風呂には違いないもの。風呂なのに湯船に浸かれない？ああ、この辺りでお風呂といったら蒸し風呂になるんだ。お湯で満たされたお風呂の方が珍しいかも。ああ、そういうことか。そっか、お湯の風呂はないのか。蒸し風呂も悪くはないんだろうが、確かにそれは残念だ。ハクも後で入ってくるといいよ。身も心もきれいさっぱりするし、疲れも癒されるから。そうだな。言われてみれば汗もかいたし、体もヘトヘトだ。湯に浸かれないのは残念だが、それでも風呂に入ってゆっくりできたら気持ちいいだろうな。じゃあそうさせてもらうか。なんだ、急に視線を泳がせながらチラチラとこっちを見出したりして。そうだ、
やることが残ってたな。うん、うん、ちょっと時間がかかりそうだからお風呂はハクが先に入っていいよ。別に少し待つくらいは構わんけどな。満腹で動くのが億劫だし、後の方がゆっくり入れるし。ううん、疲れただろうからハクが先に入っちゃって。あ、これ着替えね。もしかしてお風呂の入り方も忘れてたりする？いや、さすがにそれはないだろう。もう、それなら何も問題ないかな。ちょっと長引くから私のことは気にしないでゆっくりしてきて。まあそこまで言うなら。何か釈然としないものがあるが、せっかくの好意を断るのも悪いか。おう、お風呂は下に降りて左の突き当たりだから。うん、わかった。他には誰もいないみたいだ。これは気兼ねなくくつろげそうだな。気がついたら見知らぬ場所、突然得体の知れない生き物に襲われ、そこをクオンに助けられた。そして記憶もなく、持ち物もなく、力もなく、帰るところもない。ないない尽くしと、どうすんだこれからって考えても仕方がないんだがな。どのみちクオンに頼るしか方法はない。なるようにしかならんか。歩きすぎてふくらはぎがパンパンだ。土踏まずなんかも痛いくらいに張って。いや、よっ、何かが崩れたよ。まあいいか。うわっ、皮がベロベロ。結構な距離を歩いたからな。全身をほぐしておかないと、明日は筋肉痛だな。よっと。おっと、腰に巻いていた手ぬぐいが。って、
また何か物音が。何かいるのか。よくわからんが、何かの小動物みたいな鳴き声だな。この宿で飼われているのか。まあいいか。まずは手足をほぐす。手足ブルブル体操から。はい、ブル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 。さっきから想像し、何を暴れてるんだ。次は腰を大きく振る体操。高速移動、早く、もっと早く。さっきから妙に想像しいと思ったら小動物の喧嘩だったか。ここの季節はよくわからんが、春が近いのかもしれないな。ああ、癒される。風呂出たぞ。クワン、出たぞ。なんだ。プランプラン、チンペチン。ブランブラン、ペチンペチン。クオン、わあ、もう驚かせないで。驚いたらこっちだ。何かあったのか。え？いや、うつろな目をして何やらブツブツつぶやいてたが、何かあったのか。なんで目をそらす。ベベ、別にそらしてなんかないけど。いや、そらしてるだろう、現に今。それになんか顔が真っ赤だぞ。目も血走ってるし、どこか具合でも。うわっ、何をいきなり。私のことはどうでもいいの。そんなことより、どうして言ってくれなかったのかな。言えって何をだ。言わなきゃいかんことなんて何かあったか。一言言ってくれれば無理なんてさせなかったのに。いやいやいや、散々言っただろうに。何度も言ったよ。
ちはもう。ん？待てよ。そういや愚痴と文句をつぶやくだけで何も言ってなかった気も。そのままちょっと待ってて。なんだそれ。ちょっとだけ染みるから。ああ、傷薬か何かを塗ってくれてるのか。確かに染みる。ムズムズヒリヒリして、しみるというより痛かゆい。薬のせいなんだろうな。かきたい。足の裏を無性にかきたい。痛いからダメだよ。しみる代わりに効果のほどは折り紙付きなんだから。くっ、あの笑顔の意味はこれか。これでよしっと。しばらくすれば収まるから、それまで我慢かな。あとは、それはこれはね、なるほど、航路か。正解。今のは気分を落ち着ける薬草と痛みを和らげる薬草を混ぜて練ったものなの。これで疲れも痛みも和らいで、今日はぐっすり眠れるんじゃないかな。なんという、効果が強いものだと思うけど、大丈夫？具合悪くなったりしてない？いや、大丈夫だ。これは気持ちいい。なんか眠くまぶた鉛のように重くなって。他にどこか痛むところはって吐く？待って、ここって私の寝床。沈む。意識を闇の中に沈んでいく。吐くってば、ねえ。もう、はあ、それにしてもとんだお荷物を拾っちゃったかな。でもそれは、この歌、優しい、何か懐かしい、どこか聞いたこともあるよ。
韓国語。ここは一体誰もいないのか。あ、向こうに誰かいる。おい、そこの人、ちょっといいですか。突然すみません、ちょっと聞きたいんですが。もしもし。なんだ、反応が。もしもし、もしもし。なんだって、何か言ったか。妙に顔色が悪いな。どこか気分でも悪いのか。おい、なんだこいつ、まともじゃない。Thank you.